お前がな、誰から認めるような人間とはなろうと思ってない。ただあの宗教だけに入ってほしくないんだ。離れるな。離せ。離れるな。離せ。コリント書の第13章知ってるか？知らない。最高の道である愛、たとえ人間の不思議な言葉、天使の不思議な言葉を話しても、愛がなければ私は鳴るドラ、響くシンバル。たとえ予言の賜物があり、あらゆる神秘、あらゆる知識に通じていても、愛がなければ私は何者でもない。たとえ全財産を貧しい人に分け与え、たとえ賞賛を受けるために自分の身を引き渡しても、愛がなければ私には何の益にもならない。愛は寛容なもの、慈悲深いものは愛、愛は妬まず高ぶらず誇らない、見苦しい振る舞いをせず、自分の利益を求めず怒らず、人の悪事を数え立てない。愛は決して滅び去ることはない。予言の賜物ならば廃りもしよう、不思議な言葉ならば闇もしよう、知識ならば無用となりもしよう、我々が知るのは一部分、また予言するのも一部分であるゆえに、完全なものが到来するときには部分的なものは廃れ去る。私は幼い子供であったとき、幼い子供のように語り、幼い子供のように考え、幼い子供のように思いを巡らした。だが一人前のものになったとき、幼い子供のことはやめにした。我々が今見ているのは、ぼんやりと鏡に映っているもの、そのときに見るのは顔と顔を合わせてのもの。私が今知っているのは一部分、その時には自分がすでに完全に知られているように、私は完全に知るようになる。だから引き続き残るのは信仰、希望、愛、この三つ。このうち最も優れているのは愛。こんなセンテンスも知らない。あんな色欲博士と一緒に暮らしていたから、聖書のことでさ、ちゃんと把握してない。わかる？神様のこと何も知らないってことだよ。